つ NG ワードが頭の上に表示されている。それを言ったらおまけです。得点はとりあえず中高入っていた部活。なるほど、そこに。あ、言ってた。じゃあそれで考えましょう。はい、はい、おーあるね、おーあるあるある。走ったりするときもなんか、そうだね、掛け声出すよね。逆にね、はい、一番部活で、はい、ごめん、後でいい。ちゃんと言葉を考えてる。じゃあ、辛かったこと、部活で。部活で辛かったこと、それが痛かったあ、でも、中学の時って、そのもうほとんどなんか幽霊部員みたいな感じだったんですよ。あ、そうなんだ。で、高校になってすごいそのきつくて、夏休みも毎日行くみたいな感じだったんで、その休みが休みじゃないっていうのがしんどかったですね。あー、なるほどね。部活やってるとそうだよね。時間長いの？長いですかね。高速時間それでソフト部やめた。あ、そうなんだ。夏休みがないって言われたからやめます。なるほどね。じゃあ、くえちゃんきつかったこと。一番きつかったのは剣道部で、切り返しっていうのがあるんですけど、はいはい、こうやってやるやつでしょ。そうそう、練習が終わった後とか始めとかにやるんですけど、それでちゃんと声が出てないって言って、もう何十回もやらされた時から、だからバキバキになるんだよ。もう何言ってるか分かんないから今のペンちゃんでは想像できない運動量ぐらいの時が一番きつかった。今それやれって言ったらきついでしょ。あ、もう無理無理、もう一回やっただけでゼーハー言うと思うから。そんなきついんだ。あってずっと言うから。なるほど。で、シュリさんは夏休みがないって言われたのが辛い。うん、なるほど。夏休みあ、まあ部活入ってるとないよね。でも半日じゃない部活って。あ、まあ、9時に始まって休みたい時はもう休んでた。休みたい時休んでた。そんな普通の電話し今日行けません。ずるでしょそれ。最低。剣道部って厳しいイメージだよ。そう、怒られてたけど。うちらの中学とかは一番厳しかった。なんか顧問の先生がすでにその、あ、学年体育指導先生とか多いですよね。そう、うん、学年を統括する先生。落ち着いた先生だった僕の先生は。そうなの。でも高校の頃からなんか道着みたいなのあるんですか。そのなんていうんですか。防具でしょ。防具はもう着てた。防具は着てたよ。そういうの。あれその時中学の時はすごいスラッとしてたから、もう防具ちゃんと自分で買って、はいはいはい、買ったん、買う、めちゃ高くなった気がする。もう覚えてないですけど、高いよ確か剣道部の防具は。入ったらもうやめられないもんね。それがもったいなくて。そうなんだ。そう、そういう脅しを言われた。それで妹も入っちゃうもんだから、その後やばそう、すごいお金かかっちゃって大変だった。じゃあ徳さん、野球部で辛かったこと。辛かったことはあれですね、やっぱり1年生でレギュラーとかすぐ背番号もらったんで、特別ノックみたいなのされてたんですよ。それが2時間3時間続けられて1人だけ。なんでそんな1人だけ。だから期待されてるってこと。そう1年生で、僕は2年3年やから、はいはいはい、で、俺だけ監督がノックをする。もう鍛えられてる。すげえ鍛えられてる。だからその時あの気を失いそうだった。偉すぎて。本当に今の豆腐さんから想像できない。気を失いそうだった。キャプテンちゃう。あ、ね、2年の終わりで入院したんや。あ、そうなの。で、キャプテン投票の時にお前が入院したからって、その3年の人が、あの、本当はお前がキャプテンだったんだけど、あの、入院したから他の人に話した。へぇ、ドラマがあるんだね。1年から主力ってやばいね。すごいな。そうやろ。本当やで。じゃあ上級生が卒業したらもう完全にチームの中心だった。その時に3番になりました。3番が一番すごい。4番は4年になってから。4年3年になってから。3年になってから。3年になってからですね。言わねえな、みんな言わないね。難しい。悔しい、俺もそっちで。技術部とか言っても絵とかめちゃくちゃ下手ですよね、こいつね。そうなの。見たことないです。鉛筆で描くのはだけ好きだった。あ、デッサンが上手。色つけられる。ああ、なるほどね。え、色はつけられる。だけど模写の方が得意。やったー。やったー。見てください。どうぞ。マジ？
やったー言ったペイちゃん残ってるよペイちゃんやるやんわかんない普通にやってるだけだよ俺多分すぐ言うんじゃねえかなと思いました一番に言うと思った何も意識してないんだけどじゃあ逆に、はい、もし今このままの記憶で戻るんだったら何部に入る野球なんでそんな好きなんだ野球大好き今でもやってますなるほどあそうなんだ草野球やってる草野球やめてもうソフトだけあソフトボールでやってるソフトボールチームでもやっぱり期待されてる感じいやもうなんか口ばっかりやらない言われてますけどねまあ一応エースでしたけどね古代言ったえ、わかんねえよなるほど一生懸命みんな中心的なセンス活躍してたのとか、ね、一生懸命期待の、期待の、期待のって期待のってめちゃくちゃ言うこいつと思ってそれはちょっとさ、ダイレクトすぎるんだなと思ってたずっとでも言われてる方は全然わかんない気づいてないんだと思って気づいてない日常対決ださあ、日常対決え、なんで本当に俺わかんない自分僕も全くわかってないえ、でもいいぞ僕はかすってないですねフェイトさんは一回ちょっと雰囲気あった雰囲気あったうんあったみんなでもそのハンドボール折ったっていうのを信用してないからまずうん確かにどういうこと信用だから、うん、パソコン部っていうのがすごい知ってるパソコンの知識がすごくて、うん、あとあんまり知ってないけど動けそうじゃないかな今がでしょ今だとそのいつもすぐ素早そうなイメージがないけどでも秋キャンプの時のボール投げるそうボール投げるのは強かったあれはよかった秋キャンプで逆に言うと剣道を聞いてびっくりした、うん、そう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 いやハンドは聞いてバリバリあれだったけど今じゃいやでもハンドもちゃんとやってましたよそうなんだでパソコンも本当後からその友達が高校3年生になって部長になったんで高校3年生から話なんで、うん、楽しかった楽しかっためちゃくちゃ。好きなことだもんね。パソコン組み立ったりしたの。あ違う違う違う。ハンド部ハンド部。うわ楽しくなかった。あ楽しくなかったの？楽しくなかったの？楽しくない。あんまり運動好きじゃないんだもん。いや違う違うなんか周りが好きじゃなかった。周りが好きじゃね。見てないね知り合いいないね。見てるかもしれないけど。俺あんま好きじゃなかったからその雰囲気が苦手だったけど。でもやりたくない。ハンドはでも楽しかった。今でもやりたいと思う。戻ってハンド。その。同じ部員でそうそうそう同じ部員じゃなくてもいいよ今からじゃあハンドをやろうかって言って俺らチーム君にやろうかそう全然やりますよへぇ、全然割り込みやりたい超やりたいまあペンちゃんが一番強いだろうね間違いなくいやでも体力的にもうきつい3分ぐらい経ったらもう多分やってた歌なんだよペンちゃんが素早いペンちゃんにも質問してあげてくださいへぇ、はい、俺はさっき話聞いてて、はい走り込みするっていうのが意外だった。ああ確かに。演劇そううち演劇そうですね体力作り。すごいなと思った。はい、演劇部で走ってる人おらへんかった。いなかった。長距離したの？いやでも学校のそのなんだろう履修とかなんか別にあ決められてないじゃないと。きつくなかった。てかお前なんか昔さ、はい、なんか。あの走っててさ坂普通に一人で登った坂登った後吐いたみたいなさ大丈夫懐かしいそう体力なかったんですよねきつくなかったいやきつかったですけどその当時はその当時もきつかったですあの僕は学校走りきれませんでしたあそうなんだ決められたカリキュラムやんなくても別に怒られはしない怒られたりはしないそうなんだへえ運動があんまり好きじゃなかった運動は好きじゃなかったです運動部に入ろうと思ったの運動部に入ろうと思ってるどうしたなんで霊感霊感が運動部入るんだったら何部に入りたい野球の玉拾いとかいや野球じゃないの野球じゃないの活躍できないんで玉拾いとかまあ野球好きやもんね野球好きです若い頃からやっとったらまた別なんじゃそりゃそうそうなんですかねそりゃそう運動神経がわかんないですへぇ怖い、なんだろう全然言わないなんだろうみんなバキバキムキムキってことですか。いや、バキバキな人もいるし、ちょっとなんかなんていうかぽっちゃりしてる人。ペンちゃんは？でも僕は普通だったから、割と。パワー系の人たちが。めっちゃ早かったよね前。早かった。いやでもあんま早かった。あんなもう全然もうすごい人いますから、もっと身長高くて腕が長くてって。ケツさん割と小柄なの。
そう、僕はもう全然小柄だったの中で。あ、そうだったんだ。そうそう、なんか野球部辞めて来た人とかいて、うん、そういう人は身長高かったりとか、バスケ部辞めてきた人とかはすごい身長高くて、もう全然そんなもうセンスでもそういうキラキラした人が嫌だったっていう。まあまあ、見てる。まあまあ、でも、まあまあ、その雰囲気がね。チューとか嫌だって言ってたから。特定されてた。キラキラしてた感が、キラキラ感がついていけなかった。野球部とバスケ部はキラキラ感があった、確かに。うん、そうそう。さすがにちょっとついていけないなと。なるほどね。キラキラ感が。そんな感じです、僕の高校生の。言わないか。言わないね。なんだろう、わかんねえ。なかなか言わん、難しい。新しく NG ワード作りますか、共通の。共通 NG ワード。何がいい？任せます。じゃあ新しいワード、こちらです。追加ワード。これ言ったら、2人とも負け。言った方が負け。急に、そうですねとか書いてるわけじゃない。いや、うん、違う。そんな、会話の中の語尾とかじゃない。なるほど。返事でもない。うん、返事でもない。うん、まさか日常メンバーで残ると。確かにですよね。ね、なんか弱そう。そう、弱そうだ。シニー、この間俺の次に負けたからね。俺めっちゃ速殺する勢いだったんだけどな。言いそうだった。言いそうだった。深みしすぎなんじゃないと。そういうことか。あー、トモさんだからその、なるほどね、深みしすぎて。そうかもしんない。いいせいだと思うんだけどな。でもなんかいつも言ってるようなイメージ。そう言ってるけど、いつも言ってるもんね。今日は違うルート。いつも言ってる。逆に探したくなるよね、そこまで。逆に、うん、もう行っちゃっていいんじゃないですか。攻め込んで、ジャブ程度に一回何か振って気を許させてから何か。あ、それでじゃあ、まあ、ジャブいいですね。演劇とか、あの動画の制限。動画ですか。うん、動画だって動画でなんか自分でちょっとお芝居してやるのか。やってるよね。たまとかだったらあれですけど、うん、ガチガチの演技だとさすがになんかやってくれる人がいないっていうか、僕はいいんですけど周りが恥ずかしがっちゃうんで。日常は4人で黒沢さんが多分周りが絶対恥ずかしい。そうなんだ。運動とかベンチャーもハンドボールとか一緒やったり。でも全然なんかみんなが集まるって言ってやるってなったらもうそういうの行くけど。でも死神くんがね絶対嫌がる。見てていいな。死神くんが嫌がる。そうか、運動がねちょっと苦手だからね。そうなんだ。みんな運動苦手な感じ。あ、ペンちゃんは。僕はでもするのは好きですよ。フラゾーン好きだ。言ったどうぞ真ん中開けてください。まあ置いて二人とも見てください。ふざけんなよ。これは言うわな。だから日常の話。ムカつく。どうしてこっちは分かんない。お刺身みたいな。言わねえんだよな、シニーは。あ、でも柱みたいな。二人ともね超惜しかった。はいはいはい、スリムって言って。そうスラッとしてたって。スラッとって言った。スラッとって言ったんよ。超惜しかった。あの時全員舌打ちしたからね、心の中で。これは終わらしに行った。終わらせに行った。トラゾーン腹立つ。トラゾーン、トラゾーンほぼアウトよ。ごめんごめん。運動神経めちゃめちゃいいもんね、トラゾーン。いいからね、そういう言わざるを得ねえな。今言っちゃうよな、これは。じゃあ一応シニーの優勝です。ありがとうございます。じゃあ、死神さん、このままチャンネル登録と、はい、再生リストのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はトモさんの服の部分らへんです。再生リストはこちら、見てね。バイバーイ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 。痩せてた。なかなか言わない。